韓国一部全ホッケン台が10日、J1 浦和などで活躍したブラジル人 FW ラファエル・シルバ、30、をブラジル一部クルゼーロから獲得したことを発表した。シルバは2014年に新潟で加入してブレイクすると、17年には浦和に移籍。同年のアジアチャンピオンズリーグ、アクル、ではエースとして優勝の原動力となった。全ホッケン台は韓国屈指の強豪で、昨季のアクルでも浦和との準決勝では、アウェーとなる埼玉スタジアムでの開催ながら PK 戦までもつれ込む死闘となり、底力を見せつけた。アジアの虎と呼ばれる名門に強力助っ人が加入したことで、日本のファンやサポーターからは、ラファエル・シルバが全ホッケン台、アクルやばいな、アマジュン、イコールアマのジュン、とラファエル・シルバとかめちゃくちゃに合いそうやん、などと J リーグ勢の脅威になると警戒する声が続々と上がった。全ホッケン現代は今オフ、横浜 M から元日本代表 MF 天野純を期限付き移籍で獲得。天野とシルバはプレースタイルが噛み合いそうなだけに、そのホットラインは日本のクラブにとって強敵となることは間違いない。二人とも J クラブを熟知していることも厄介になりそうだ。悲願のアジア制覇を目指す横浜 M、川崎、甲府だが、全ホッケン台が最強の敵として立ちはだかる。